こんにちは、テント2025戦です。本日紹介するプラレードはこちらです。いや、ついに手に入れましたよ。このプラレードの E657K のプラレードをついにゲットしました。こちらはね、2012年に発売して、2016年に廃盤になって、今はなかなか手に入らないけど、今日ブックオフ田沼地点で6050円で手に入れたっていうものです。うん、やっぱりマジで嬉しいっていう気持ちは強いです。今日のプラレールの配信動画は常磐線メインで走らせていこうと思っております。ま、早速回収したいいたしましたので、開封いたしましょう。まず1両目から見ていきましょう。こちらは後尾車は、まあ品川、上の品川寄りの先頭車はこんな感じとなっております。続いて循環車はこんな感じとなっております。おー、かっこいい。うん、やっぱりずっと欲しくって、探しに探してやっと手に入れたっていうのが嬉しいものです、マジで。で、最後は後尾車です。あ、いや、最後は先頭車、動力車の、失礼しました、最後は先頭車の動力車はこんな感じとなっています。まあ、いわき仙台寄りの先頭車となっております。おー、かっこいい。うん、ずっと探してさ、ずっと欲しくってブックオフやホビーオフなどをずっと探し回って、やっと手に入れて、まあやっぱりさ、循環車しか手に入らなかったっていう思いでもあるねっていう感じです。まあすでに電池入れて、下入れボックスの2スピードですので、動くかどうかをチェックしてみましょう。まず低速、続いて高速。お、動きますね。かっこいい。マジでかっこいい。ずっと欲しかったので、手に入れてよかったです。まあ、3両揃いましたけど、連結させてみましょう。うん。よいしょ。勝ち。よいしょ。勝ち。おー、かっこいい。うん、ずっと欲しくて、やっと手に入れたのが一番嬉しいっていう今の気持ちです。ああ、探して探して、まあ6050円はちょっと高かったけど、それでも手に入れてよかったです。うん、マジでかっこいい。リアルでさ、Nゲージと続いてマジでかっこいいです。今回走らせる657と一緒に走らせるプラレールを紹介します。 E531K、 E501K、 千代田線の16000K、 新京成の80000型、まあこちらは松戸オンリーで、で、つくばエクセス。まあ今回も、前回 E501K 買った時に茨城オンリーで茨城プラレール総合動画をやりましたが、まあ今回茨城もですが、今回は上野から水戸いわき方面をメインに再現したいと思っております。まず、つくば駅ですと並走していきます。快速つくば駅出発進行、日立の仙台駅出発進行。おお、かっこいい。早いぞ、657、かっこいい、657。まあ、北千住、つくばエクセスと、まあ、北千住風にしていくって感じで。まあ、北千住はまあ、一緒に走らせないけど、田園都線2020系、田園都線5000系、日比谷線1030系という感じでちょっと並べています。また北千住でした。次は松戸です。新京成80000型の京成津田沼駅出発進行。まあ松戸は日立時は通過しますが、
まあ、たち、仙台行って出発進行。次は松戸、続いて、北千住から、アビコ、松戸間の並走区間を、再現します。まあ、千代田線からの、アビコ行き、一番の癖で出発進行。日立の仙台行き、時は勝田行き、出発進行。まあ、この、空港線、今、北千住から取出間の空港線かを、空港線を再現しております。今の常磐線からこの風景。まあ、品川から531と一緒に走っていきます。品川から、まあ、土浦、水戸、花の町を再現していきます。まあ、531の特別快速品川行き出発進行。日立の仙台行き出発進行。まあ、この風景、うん、おお、この風景、うん、常磐線とすれ近いんだ。かっこいい。657今日買ってよかったわ。っていう感じ。57。続いて E501 系と発車していきます。E501 系の、まあ、朝竹の運用だけど、いわき出発進行。657出発進行。まあ、日立の仙台行きです。まあ、E501 系は、今、最近、朝、まあ、水戸からいわきまで、ワンマン化によって、運用がかなり減らされましたね。さらに来年から土浦から花の町間が一気にワンマン化されていくっていう感じです。で、E501 はもうワンマン化してないから、もうそろそろ引退かな。でもせっかく買いましたので、プラレールでは残していきます。最後は、まあ、531。まあ、特別快速土浦行き出発進行。まあ、657の、日立仙台行き出発進行。うん、やっぱりいいです。最後は高山一輪系統の3、すれ近い、かっこいい、すれ近い。531657。657さ、今ね、廃盤になってさ、なかなか手に入らないけど、手に入ってよかったと思っております。おー。かっこいい。マジでかっこいい。いかがでしたか？今回の常磐線スペシャルで配信動画をお送りしました。まあ今日さ、マジで E657 のプラレールが手に入ってマジで良かったと思っております。ずっと探してて、ずっとブックオフや他のブックオフに探し回って、まあ6,050円だったけど手に入れてマジで良かったと思っております。マジで嬉しくてマジで満足です。まあずっと探してたので、もうなかなか、まああったとしても循環車だけでしたので、今日手に入ってマジで良かったと思っております。ご視聴いただきましてありがとうございました。今日の配信動画はこの E657 のプラレールをゲットしたという配信動画でした。まあ勝田車両センター同士をちょっと並べてみました。ご視聴いただきましてありがとうございました。今日のプラレールの E657 がやっと手に入れてマジで良かったです。マジで超嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価もぜひともよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。